肖像が1843年。第2代ヘイスティングズ公爵、ジョージ・オーガスタス・フランシス・ロードン・ヘイスティングズはイギリスの貴族。1816年から1826年まで、ロードン伯爵の儀礼称号を使用した。第2代、モイラ伯爵フランシス・ロードン・ヘイスティングズと、第6代ラウドン女伯爵フローラ、ミュア・ギャンベルの息子として、1808年2月4日に、 生まれ、7日に、セントジョージ・ハノーバースクエアで洗礼を受けた。1826年11月9日、オックスフォード大学、クライスト・チャーチに入学した。1826年11月28日に、父が死去すると、ヘースティングズ公爵位を継承した。1830年7月17日に、国王ウィリアム4世の進出自住に任命されたが、 1831年8月22日までに辞任した。1831年9月8日のウィリアム4世、退冠式では、金白車を持つ役割だった。一方で父と違って、軍人や政治家として大きな役割を果たすことはなく、趣味の狐狩りに専念し、1835年から1842年まで、邸宅ドニントンホールで猟犬を買った。 1840年1月8日に母が死去すると、ラウドン伯爵位を継承した。1844年1月13日にサウサンプトンで、死去22日にキャッスルドニントンで埋葬された。息子、ポーリン・レジナルド・サーロが爵位を継承した。第20代グレードルン女男爵バーバラ、イエルバートン、1828年。 1831年8月1日、第20代グレードルシン女男爵、バーバラ・イェルバートンと結婚、2何4条を設けた。ありがとうございます。